今日はキラキラプリキュアラムードの5人が原宿系ファッションに挑戦するよ。原宿系ファッションってどんなファッションなんだろう。キラキラのふわっふわな女の子が大好きなファッションです。キラキラのふわふわ、なんだかスイーツみたいだね。はい、例えばこんなお洋服です。わあ、本当にキラキラのふわふわ。あら、今まで着たことのないお洋服がたくさんあるわ。私にもキラフワファッション似合うかな。着てみるのが楽しみだね。それじゃあ早速レッツラお着替え。まずはじめに私からお着替えしてみるよ。私がお着替えする原宿系キラフワファッションはこれ。リボンにハートのキラキラジュエリー、それからスカートの裾にはなんと私の大好きなイチゴ。女の子の夢がいっぱい詰まったドレスだよね。このドレスにお着替えしてみるよ。それ。どうかな？このドレス似合うかな？このドレスに似合うヘアアクセのつけちゃおう。このドレスには女の子らしくてキュートなリボンのヘアアクセが似合いそう。左右色違いのリボンにしてみたよ。どうかな？私のファッション似合うかな？わあ、素敵だね。とってもよく似合ってる。かわいいよ。キラキラでふわふわでとっても素敵なお洋服です。ありがとう。次はキュアカスタードが原宿系ファッションに挑戦。キュアカスタードはこのミニのワンピース着てみようかな。ショートの短いスカートだけどとっても可愛いよね。ハートが描かれててキラキラだよ。お着替えさせてみるよ。それ、どうですか？似合いますか？うわぁ、かわいいなぁ。キュアカスタードにぴったりのお洋服ね。ありがとうございます。ヘアアクセは大きなリボン、このリボンを斜めにつけてお星様の形をしたバッグを持とう。このバッグもとっても可愛いです。キュアカスタードのコーディネート出来上がり。リボンも洋服もカバンも私の大好きなファッションです。次にお着替えするのはキュアショコラ。キュアショコラにはどんなお洋服が似合うのかな。キラキラふわふわのお洋服って普段着ないから楽しみだよ。キュアショコラにはこのお洋服どうかな。このお洋服にはお星様の柄が書いてあって、その上にはお城だよ。すっごく素敵なドレスでしょう。キュアショコラにお着替えさせてみるよ。それ。わあ、素敵なドレスだね。ヘアアクセはお星様を2つ。うん、かわいい。普段着ることができないお洋服を着れて嬉しいよ。頭のお星様と洋服のお星様の柄が似合ってるね。うん、いいドレスだ。次にお着替えするのはキュアジェラート。キュアジェラートはこのカラフルな色のロングドレスに挑戦してみよう。わあ、キラキラですっごいドレス、早く着てみたいな。よし、お着替えさせてみるよ。それ、
ラキラ、テンション上がるな。このドレスには大きなリボンを真ん中に。キラフワコーデの出来上がり。いつもの服とは違うけど、こんな感じもなかなかいいね。最後はキュアマカロン。キュアマカロンはこのお洋服に。お着替えしてみるよ。ふわふわかわいい風船の柄。レースが素敵な青色のドレス。キュアマカロンに似合うかな？お着替えさせてみるよ。なかなか素敵なドレスね。よいしょっと。わあ、かわいい。上品なキュアマカロンにすごく似合うドレスだね。ヘアアクセは、これ。素敵。キュアマカロンのキラフワファッション出来上がり。とってもかわいい。あら、ありがとう。プリキュアたちのキラフワ原宿ファッション。全員お着替え完了したよ。みんなのお洋服とっても可愛かったよね。5人のプリキュアの中で誰が一番似合ってると思ったかな？キラフワファッションが似合ってるなと思ったプリキュアを下のコメント欄に書いて教えてね。誰が似合ってるか教えてくれると嬉しいな。みんなのコメント待ってるわよ。それじゃあ今日はこの辺で。じゃあね、バイバーイ。アソブームではまだまだ面白い動画をたくさん用意してるので、動画の右上にあるこのアイマークを押して、アソブームの他の動画もたくさん見てね。このアイマークを押してね。毎日楽しい動画をたくさん見たい人は、このチャンネル登録と書かれているボタンをポチッと押して、チャンネル登録をして、アソブームの楽しい動画を毎日見ちゃおう。みんなの気に入る動画がきっと見つかるよ。毎日楽しいアソブームをぜひ見てね。これからもアソブームをよろしくね。